さんごきげんよう、こんばんは。秋の夜、日曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。お元気でしょうか。私事になりますが、無課金パーソナルブログ、これを開設いたしまして、開設から2年半経過しまして、先日なんと10万アクセスを達成いたしました。まず最初にお礼申し上げます。長い間というか2年半の間、本当にたくさんの皆様来ていただきまして本当にありがとうございます。たかがブログだろうなんて思ってたんですけど、こういう数字を見たりするとね、本当にお礼を伝えたくてね、今回こういう動画を撮ろうと思った次第であります。そしてこの10万、記念すべき10万の切り板を踏んでくださった方は、私の大切なパートナー、大切な人、どうもありがとう。これからもよろしくね。じゃあちょっと原点に戻ってみようと思います。これが一番古いページです。ご覧の通り2015年になってます。31コラボとかあったんだね。1月31日や、毎月31コラボを実施してて、それが恒例だったよね、確か。そしてこれが原点となる記事になります。2015年1月31日午前2時42分、始めましたというこの投稿によってスタートしたわけですね。ランク400になったのを機会に、自分用の記録といいますか、メモ帳代わりにちょっと残したいなと軽い気持ちで始めたわけです。このブログを立ち上げたわけです。最初の記事見てくださいね。ただ画像を貼り付けるだけで終わりですよ。しかもこの画像がずれまくっていてひどい、めちゃくちゃ。最初だから何にも分かってなかったんでね、こんな完成度の低いと言いますか、ひどい出来ですね。まあ、でここにあるのはあのブログランキングというやつのバナーになります。これをクリックしてもらうことで、まあこのブログがそのランキングサイトの上位に行ったりするようなことがあって、でこういうのを貼ってて、一時期はあのトップブログみたいなとこに仲間入りはしてたんですが、これを完全にこのバナーを外してしまいまして、途中からランキングから完全に撤退しました。現在はあまり興味がなくなって、続けるモチベーションにならないんでね、こういうランキングみたいなの今嫌いなんで、これは一切貼ってません、はい。なぜ最初だけ残しているかというと、一発目の投稿のメモリアルということで、残しておこうということで貼ってるわけです。はい、そんなわけでいろいろありました。2年と10ヶ月、感想としましてはね、この2年と10ヶ月やってみて思ったことは、一言で言うとズバリ、一寸先は闇。まさかこの役に立たないブログがこんなにたくさんの人に見ていただけるなどと夢にも思わなかったですし、そしてまさかこの、ね、YouTube 動画を貼り付けることになるとはね、夢にも思わなかった。そしてこの10万アクセスを踏んでくれた大切な方と出会えるなんて
だけ活躍していた強力なキャラクターたちが惨敗になりゴミになるという、それを誰が予想したでしょうか。まさに一寸先は闇ということをこのブログを続けることによって、感じることができました。それは嬉しい驚きであります。いろいろなことが起こって、また同時に、継続は力なりということを学ばせていただきました。何でも続けていればいいことが起こりうる、ということですね。人生まさに一寸先は闇、継続は力なり、その2つをこのブログを通して、学ぶことができました。心からそう思っております。普段ふざけた感じで喋ってるんですけど、私今回は真面目にご挨拶がしたくて、このように真面目に喋らせていただいております。はい、長くなりましたが、私の気持ちは伝えることができたかなと思います。これから寒くなるんで、どんどん寒くなるんで、皆様ご自愛ください。風邪をひかないように。で、このブログ、これからは YouTube の動画を貼り付けることが、メインになります。以前のような攻略記事を書いたりするのはちょっと時間的にも厳しくなって、動画を貼り付ける方が楽なんで、見てもらった方が早いというのもあって、動画メインになってます。今は、動画を貼り付けるだけなら忙しくても続けられるんでね、コツコツと。感じでコツコツと、地道にコツコツと続けていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。最後に、もう一度言わせてください。たくさんの訪問、そして普段見てくださってる方、本当にお礼申し上げます。ありがとうございました。